はい、どうも、なおちんです。さあ、今日もドラクエ10オフラインやっていきます。チャンネル登録、高評価をよろしくお願いします。それでは、行きましょう。さあ、皆さん、ダストン、使ってますか？なかなか味のある、いいキャラクターですよね。今日は、ダストンの、この技を使っていこうと思います。ダストンのオリジナルの技、本気で遊ぶ、です。これが結構強くって使ってる人も多いのではないでしょうか。今日は本気で遊ぶを500回やります。500回やってどんな能力が発動しやすいのか、それを調べてみましょう。ではまずはですね、どんな効果があるのかお見せします。こんな効果があります。ぐるぐる回す、悟りの境地に達する、石を投げつける、ジャグリングをする、ギャグを言う、仲間にバリアを張る、よく転んで衝撃波、優しい気持ちで仲間を癒す、仲間を励ます、くしゃみをする、軽快なステップ、歌う、それでは戻ってきました。結構時間かかるかなって思ったけども、そうでもなかったね。必殺技じゃないのでサクサクできて、まあ集計も簡単でした。500回やった結果、結構差が出ましたね。ちなみに遊ぶは12種類効果があります。今日は、12位から1位まで、出にくいやつから出やすいやつにかけて発表していきたいと思います。では、一番出にくいやつからの発表です。それでは、本気で遊ぶを500回やった時に、一番出にくかった12位の効果を発表します。第12位は、石を投げるですね。一番外れと言ってもいいんじゃないですかね。単体に、100ちょっとのダメージを与える効果です。まあこれが一番出にくくてよかったよ。500回中5回ですね。なかなかレアな、スキルではないでしょうか。石を投げるが12位です。続いて11位に行きます。第11位は手を回すですね。これも外れ枠だよね。外れ枠があまり出ないやつでよかった。手を回すは500回中6回です。これもね、外れ枠なんだけども、まあ、レアな能力ですよね。手を回すを見たときには、ちょっと運がいいのかもしれません。外れだけどね。それでは次、10位に行きます。第10位は、歌を歌うですね。これも同じく外れではないでしょうか。ほぼほぼいらないやつだよね。で、これなんだけども、500回中16回発動しました。まあ、500分の16。まあ、あんまり発動しないんだけども、さっきの能力よりは発動しやすい。まあ、見やすい能力ではないでしょうか。外れ枠だけどね。それではどんどん行きましょう。第9位です。第9位は、くしゃみをするですね。500回中18回発動してます。で、このくしゃみをするが、全部ミスだったんですよ。全部ミス。ほぼほぼ当たらないのかな。どんな効果なのかはちょっと、わかりませんけども、18回発動してすべてミスでしたね。まあ、外れなのは明白ですね。続いて8位に行きます。第8位は、K
軽快なステップですね、意外と使えそうなやつなんだけども発動率は500回中29回でした。これをつけると結構ね敵の攻撃避けてくれるので良さそうなんだけども、500回中29回となかなか発動率としては悪いですね。第8位は軽快なステップですね。次は第7位です。第7位は衝撃波ですね。転んで衝撃波を与えるやつですけども、500回中30回発動してます。これもちょっと微妙なんだよね。最初の頃は多分使えると思います。結構ダメージ、行く時には1000とかダメージ与えるので、最初の頃はいいんだけども、クリア後になるとそこまで必要はないかな。でもまあ500回中30回なので意外とレアなスキルだとは思います。第7位は転んで衝撃波を発生させるですね。そして次行きましょう。第6位です。第6位はバリアを張るですね。これはかなり実用的なやつなんだけども、発動率はそんなによくありません。500回中35回ですね。まあ 10% にも満たない発動率なんだけども、これが出ると結構いいですよね。もうちょっと発動率良くしてくれれば嬉しかったですね。第6位はバリアを張るです。それではこっからトップ5になります。第5位です。第5位は悟りの境地ですね。500回中36回発動してます。まあバリアを張るのとそんなに変わらない発動率となってますけども、まあ一応500回中36回発動しました。でこの悟りの境地がね、全体に効果あればいいんだけども、これダストンにしか効果がないんですよ。全員だったらものすごく強いやつだったんだけどね、ちょっと残念ですね。第5位は悟りの境地です。次は第4位です。第4位は仲間を癒すですね。500回中43回、だいたい 10% ぐらいですかね、それぐらいの確率で発動します。これは意外と使えます。全体を回復して、さらに、行動ごとに100HP を回復してくれるので、ボス戦でかなり使いやすいやつではないでしょうか。でも 10% だからね、あんまり期待はできないところではないですかね。第4位は仲間を癒すです。さあここからはトップ3の発表です。第3位は仲間を励ますですね。500回中70回発動してます。なかなかの発動率ではないでしょうか。これが結構ね効果がすごいんだよね。攻撃、防御、素早さ全部が、2段階アップするので、もう神バフと言って間違いないでしょう。しかも70回と結構発動してくれるので、これはボス戦とかでも期待していいのではないでしょうか。これつくとかなり強いよ。第3位は仲間を励ますです。それでは第2位ですね。第2位は寒いギャグを言うですね。まさかのここでハズレです。ハズレスキルが来ました。500回中103回発動してます。かなりの発動率ですね。まあこれがなければそこそこいいのがね上位にあるので期待できるんですけども、まさかのギャグ、しかもこれね必中じゃないんですよ。必中で敵をひるませてくれるならいいんだけども、必中じゃないっていうところがちょっとよろしくないよね。必中だったらものすごく良かったんだけども、残念です。500回中103回で第2位は寒いギャグを言うです。それでは本気で遊ぶの一番発動率がいいスキル、これです。第1位は石をジャグリングするですね。
発動率は500回分の109です。だいたい 20% ぐらいですかね。20% ぐらいで、これが発動するみたいです。まあ、当たりでも外れでもない。まあ、当たりの方かな。うん。結構ダメージは出せます。1000ちょっとダメージ与えれるので、まあ、ボス戦でも雑魚戦でも、まあ、これが出てくれればそこそこ嬉しいですかね。うん。まあ、20% なので、だいたいこれが出るんではないですか。はい。ということで、今日はダストンの固有技、本気で遊ぶを検証してみました。めちゃくちゃ出やすいスキルと、めちゃくちゃ出にくいスキルは、ものすごい差があります。でも、出にくいやつは、基本外れなので、まあいいんじゃないですか？うん。まあ、発動するとかなり嬉しい、スキルなんかもあるので、本気で遊ぶ、どんどん使っていっていいと思います。はい、ということで、またやっていきます。チェックをよろしくお願いします。そして、チャンネル登録と高評価もよろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。